皆様こんにちは。プロレス動画維新軍実況のパヤシです。新しいプロレスの形として多くのファンを虜にした第二次 UWF、 前田明を中心に高田信彦や船木正勝ら多くの人気レスラーが日々熱い戦いを繰り広げていました。そんな人気絶頂の中、第二次 UWF は最終的には2年足らずで崩壊してしまうのです。そしてこの崩壊をきっかけに、確執や因縁という多くの軋轢を生み出すことになるのでした。今回はそんな確執の中の一つ、前田明と鈴木実の対立について見ていくことにしましょう。現在では和解したとされている前田明と鈴木実の関係、二人の確執はやはり第二次 UWF 時代にまで遡ります。と言っても当然最初から二人が険悪な関係だったわけではありません。そもそも前田と鈴木とでは根本的にキャリアが違いすぎるのです。実際に鈴木にとって前田は兄貴分と呼べる存在で、むしろ最初は慕ってさえいました。その証拠に1989年4月には藤原義明と船木正勝に誘われる形で新日本プロレスを退団して前田明の第二次 UWF に参戦しているのです。さらには前田ともシングルマッチを行うなど、至って普通の関係を築いていました。では一体どこで二人の歯車は狂ってしまったのか。その根底には前田と神社長との内部対立がありました。旗揚げから半年も経たないうちに前田は神社長らフロント陣と揉めることになったのです。会社の資産を不正流用していると声を荒げる前田。事実前田以外にも高田や山崎もフロント陣への疑惑と不満を募らせていたのです。しかしこのいざこざに関して船木や鈴木はどちらかというと冷ややかな対応をとっていました。むしろ神社長は自分の言うことを聞く船木や鈴木をエースに据えて前田や高田を追い出そうとしていたのです。正直船木や鈴木からするとただ会社に従っただけのこと。しかし前田の目にはそうは映らなかったのです。当時の前田にも問題がなかったかといえばそうではありません。フロントとの対立で常にストレスが溜まっていたのか、八つ当たりに近い言動が目立つようになっていたようなのです。特に新人扱いをされていた宮戸や鈴木は前田から理不尽な仕打ちを受けることが増えていきました。さらに船木クラスの選手でさえリング上で叱責を受けるなど、前田に対するフラストレーションは次第に高まっていたのです。実際に当時前田派とされていた高田でさえ会社内では前田と会わないようにしていたぐらいでした。そして前田もフロントとの対立を深める中、他の選手たちと一緒に練習をしなくなっていったのです。このように知らないうちに孤立していった前田。ただそれ以上に問題だったのが神社長らフロント陣の行動でした。1990年10月の大阪城ホール大会で前田が船木との試合後に事務所が横領してる、それをこれから突き詰めていくと発言してしまったのです。この発言を会社批判と捉えた神社長は前田に5ヶ月間の出場停止処分を言い渡すのでした。ただこの決定は役員会議などを通していない神社長の独断によるものだったのです。当然この理不尽な決定に選手たちは疑問を抱き反発することとなりました。そして船木の呼びかけにより12月1日の長野県松本市運動公園体育館大会の試合後に前田をリングに呼び込む暴挙に出たのです。当然この行動に激怒した神社長、12月2日付で選手全員が解雇され、第二次 UWF は終焉を迎えることになるのです。ただこの時は少なからずほとんどの選手が前田を中心に新団体を立ち上げるつもりでした。しかし前田と各選手間の溝は想像以上に深かったのです。前田と選手たちの不協和音については諸説あるので何とも言えません。
ただその中でも船木と鈴木は前田が興行としてプロレス色を出していくことに不満があったとされています。その他にも安城や宮戸も前田に対して自分たちの扱いについて不満を抱いていました。そんな選手たちの気持ちをまとめるために前田は自身のマンションで会議を行うことにしたのです。正直会議といっても内容は前田を信用するかどうか確認するというもの。ただこの会議は事前に前田が高田に頼んで根回しをしていたのです。そのため安城や鈴木など前田に不満を抱いている選手もしぶしぶ前田の信任に賛同をしていました。しかしこの時も前田は終始恫喝するような姿勢を見せていたようなのです。そんな前田の態度に異を唱えたのが宮戸でした。そして前田は宮戸の意見に切れてしまい解散を言い放ってしまうのです。後に前田は全員に喝を入れるつもりで言ったと語っていますが、感情的になっていなかったかと言われると嘘になるでしょう。それでも前田は最終的に全員自分のところに帰ってくると思っていました。しかし残念ながら誰一人として前田の元に戻ってこなかったのです。こうして第2次 UWF はプロフェッショナルレスリング藤原組と UWF インターナショナル、そして後に前田が立ち上げるリングスの3団体に分裂することになるのでした。この分裂騒動に関しては当事者によって話が違うところもあり、どれが本当のことかは分かっていません。ただ一つだけ言えるのは、この分裂騒動で船木、鈴木、安城、宮戸の4人と前田に確執が生まれたことだけは確かだと思われます。特にプロレス感の違いから歪みができた船木と鈴木はこの後前田と明確に対立をすることになってしまうのでした。当時プロレス界に参入を計画していたメガネスーパーがスポンサーとなったプロフェッショナルレスリング藤原組、しかしご存知のようにメガネスーパーが立ち上げた SWS は盛大に失敗することになります。そして同時に藤原組も経営難に陥ってしまうのでした。もともと藤原ともプロレス感が合わなかった船木と鈴木、2人は藤原組を退団してファンクラスを立ち上げるのです。ハイブリッドレスリングをスローガンに人気を集めることとなったファンクラス。ただそんなファンクラスに対して前田がとんでもない発言をしてしまうのです。1994年1月21日リングス日本武道館、リングスのトーナメントで優勝した前田明が試合後のインタビューで UWF インターナショナルとパンクラスの2団体に対して誰が1番か決めればいいと対戦をアピールをしたのです。正直この時前田がどう言った意図でこのような発言をしたのかは正確には分かっていません。両団体への嫉妬によるものなのか、 UWF として再び交わろうとしたのか。ただこの発言に拒否反応を示したのが船木と鈴木でした。船木は前田さんとは今後一切関わることはありませんと断言、そして鈴木ももう二度とファンクラスや自分たちの名前を出さないでくださいと拒絶反応を示したのです。二人の前田に対する確執は周りの想像を超えるものでした。この発言はファンクラスが突きつけた前田への絶縁状として認知されることになったのです。当然前田からしても良い気はしません。これ以降ファンクラスとリングスは犬猿の仲と呼ばれるようになるのです。そして時は流れて1997年8月、ここで再び前田とパンクラスの間で大きな問題が発生するのでした。パンクラスは真剣勝負だけどリングスは八百長という発言を鈴木がテレビ関係者等に吹聴しているという噂が前田の耳に入ったのです。そしてこの発言によりスポンサーがリングスから離れるなど風評被害が発生してしまいました。当然前田からすると黙っているわけにはいきません。
リングスの大会の後のインタビューで、前田はファンクラスははっきり言って邪魔、潰したいと発言するのでした。誰がどう見ても鈴木の発言が問題なのは一目瞭然。ただ実際には鈴木はそんな発言は一切しておらず、テレビ関係者が勝手にクラブで酒に酔って発言しただけだったのです。これは鈴木からしたらとんだとばっちりですね。ただもともと確執のあったパンクラスとリングス、この騒動はどんどん大きくなっていきます。前田の潰す発言に高橋良樹が、うちの団体を潰すとか言ってるやつがいるけど俺は許さない、そんなやつは俺が殺しますと発言。この発言に対して前田の反応は、高橋くんは好きな選手だけど高橋くんも知らない話がある、それより鈴木なんでお前が黙っている、お前が出てこいというものでした。ただ鈴木は、俺何か悪いことしましたと答えるのみ。そりゃ本人は一言も言っていないんですからどうしようもありません。ただこのままではまずいと感じたパンクラスは記者会見を開き、前田対高橋の遺恨をリングの上で決着をつけたいと回答。ただ鈴木が出てこないことに前田はさらなる不信感を抱くことになるのです。ちなみにこのいざこざが後の安城による前田襲撃事件へとつながるのでした。このように完全に関係がこじれてしまった前田と鈴木、しかしここまで見てもらえればわかると思いますが、鈴木と前田の確執に関してはプロレス感によるところが大きいのです。実際に鈴木は前田に関して一つ感謝していることがありました。実は第2次 UWF 法開示、会社から2ヶ月間給料が支払われない時期があったのです。その2ヶ月間ポケットマネーで選手たちに給料を支払っていたのが前田でした。鈴木がプロレスラーの中でも非常に義理がたいのは多くの人がご存知だと思います。そのため鈴木はいつか前田に感謝を伝えようとしていました。それが実現したのが2008年だったのです。鈴木は前田と極秘に対談をしており、2人の関係性は改善することとなりました。もちろんこれは前田自身が現役を引退して丸くなったのが大きいと言えるでしょう。そして手打ちから10年経った2018年8月31日、試合中に頸椎完全損傷の怪我を負った高山義弘へのチャリティー大会、高山マニアエンパイアが後楽園ホールで開かれました。この高山マニアの旗振り役に名乗りを上げたのが鈴木だったのです。そしてその大会に登場した前田、高山に対してプロレスラーの体は神経で動くんじゃない、魂で動くんだよ、お前も魂で体を動かしてこのリングに戻ってこいという熱い言葉を投げかけたのです。こうして名実ともに和解を果たした前田と鈴木、今後は2人のトークショーなんかも見てみたいですね。それでは今日はこの辺で。皆様ご視聴ありがとうございます。